この慣性力の一例として、上向きに加速する座標空間での物体の運動というのを考えてみたいなと思います。まあ、典型的な例が、エレベーターに乗っている時に、感じる運動かなと思います。エレベーターに乗っている間、我々は、上昇するなら上昇ボタンを押して、ただ上がっていくのをじっと待って、で、上がりきったら扉を開けて外に出ていくということをしています。エレベーターの箱の中にいる間は我々は何にもしていない。ただ静止しているわけですね。でもその知らず知らずのうちに、知らず知らずということもないかなと思うんですけど、気がついたら上昇していると。その間、止まっているわけですよね。でもその止まっているんですけども、その止まっている間にエレベーターの箱そのものが、止まっている状態から一定の加速度で上昇していきまして、で、ある程度加速が、進んだら一定速度で上昇して、最後に減速してストップして上に上がって外に出るということが、行われているわけです。その、動き出し、加速した状態での物体の運動というのを考えてみたいなと思います。例えばこういう、単純な、重りなんですけど、バネに、重りをつけまして、でその、この鳥さんをぶら下げたというふうな、簡単な実験を考えます。バネ定数が、K だった、ニュートンパーメートルですかね、K ニュートンパーメートルだったとして、この重りと鳥さんが質量 M キログラムだったとします。そうすると、この、重りは重力を感じまして、下方向に、MG ニュートンの力を受けます。だからバネが伸びるわけですね。この状態で、この物体そのものが、エレベーターに乗ってですね、加速したらどうなるのかなっていうのをちょっと考えてみてください。実際に僕がここでエレベーターに乗ってもいいんですけど、ちょっと手間なので、エレベーターに乗った体で、この箱そのものが加速したらどうなるのかなっていうのを、実験してみたいなと思います。いきます。加速しました。一瞬だけ加速しました。その時に、このバネが伸びがどのようになったのかっていうのをちょっとよく、観察してほしいんです。もう一回ちょっと戻して見てみるなり、スローモーションで見てみるなりしたらいいかなと思うんですけど、どうなったかというと、よく見るとバネが伸びているはずです。嘘だと思うならもう一回その戻して、せっかくのオンデマンドの授業なので、戻してもう一回繰り返し見ていただければと思うんですが、ちょっと伸びています。その伸びた原因っていうのが、実はこれなんです。慣性力に相当するんですね。エレベーターに乗ってる間、我々はその止まっているつもりなんですね。でもその空間全体が加速すると、自分は止まっているつもりなんだけれども、その空間そのものが加速することによって見かけの力、慣性力っていうものが働くわけです。今の場合、加速度 A で上向きに加速しています。なので、感じる見かけの力はこれですね。質量をかけるマイナス方向の A ベクトルですから、この図に作図するならば、下方向に MA ニュートンの、力っていうのが余計に加わってるはずなんですね。だから MG の他に MA がかかりますから、なのでそのバネはただそのエレベーターが静止している状態の時より余計に伸びてしまうと。
その加速した一瞬だけですね、加速した一瞬だけピュッと伸びて、でその後しばらくしたら一定速度で上昇すると思うんですよね。その時は MA ベクトル、まあ加速してないですからこれゼロなんですよ。なのでまあ、今はその加速した瞬間の実演しかできなかったんですけど、実際にエレベーターに乗ってこういう同じ作業をしてみると、その一瞬だけ伸びて、でその後ある一定速度に、エレベーターが一定速度になったら元の長さっていうか、その静止した時の長さと同じ状態になって、で次に減速したら、この減速するとこの加速度ベクトルは逆向きですよね。なので、見かけの力が上向きになるので、減速したら一瞬だけ短くなるはずです。で、エレベーターがついて止まったらまた元の MG だけの力しか働かないので、まあ元の伸びに戻るということが起こります。まあ、このように座標数空間そのものが加速すると、まあ自分は止まっているつもりでも、見かけの力が働いてしまう場合があると、まあ、いうのが、まあ、この慣性力の、まあ、原因っていうか、まあ、慣性力を引き起こしているっていう証拠になるかと思います。